ファンクトス。ファンクさ、今年で44なんだけども、それでね、ブログとかいろいろ書いててね、見てくれてる人はわかると思うんだけど、コンセプトカフェとかいろいろ回ってるのね。それでね、おっさんですけども、本当にね、申し訳ないんですけども、女子力高いのよ。今、キモってね、書いてる人いっぱいいるかもしれませんけど、しょうがない。好きなんだもん。それでね、よくね、見てくれてる方がね、渋谷の方にね、楽天のなんかカフェができたらしいんだって。すごくね、変わってて面白いから行ってみたらということで、ファンクちゃん、訪れてみました。渋谷のね、まあ、メゾン、渋谷公園通りビルのね、1階、2階、3階がね、楽天のカフェになってるのよ。それでね、入店してみてね、ファンクびっくりしたんだけども、ショーケースの中にね、いろんなケーキとかね、なんか入ってるのね、それにね、なんか評価とか書いてあるのよ。これ何と思ってね、店員のお姉ちゃんに聞いたのね。このなんか評価って何ですかって言ったらね、実はね、ここのね、スイーツってね、楽天市場のね、なんかレビューかなんかでこういう評価ありますよっていうのをね、なんか掲示してるんだって。でね、楽天市場でね、もう人気が高いものをね、取り寄せてここでね、食べることができるらしいのよ。何それ、変わってんじゃん。なんかすごくファンク、なんか興味ギュギュってね、今ね、惹かれておりますよ。それでね、スマホとかなんかタブレットがね、いっぱい並んでんのね。なんだこれと思って近づいても、店員の人がね、なんかあまり声かけてこないのよ。すいません、これってカフェ内にあるこれは何って聞いたらね、あ、これ楽天モバイルのね、最新機種で、もしよかったらご説明しますけどって。あのね、面白い。カフェがメインじゃない。で、モバイルも契約できるんだけども、あえてね、グイグイ来ないのよ。いや、この接客方法いいよ。だってさ、ね、カフェ入ろうと思ってさ、で、どうですかってグイグイ引っ張られるとさ、ねえ、なんかちょっとね、嫌じゃない。でもね、こっちからなんかね、あ、これ何ですかって聞かないとね、なるべくね、声かけないようにしてね。これ多分狙ってると思う。それでね、ここのね、まあ、支払いはね、楽天エディでもできるんだよ。それでね、ファンクちゃんがね、注文したのはね、元祖かぼちゃプリン。550円にね、キウイ&メロンのヨーグルトスムージー670円を注文しました。二つともね、とても高評価でね、いやもうすごく美味しいとね、店員さんも言ってたんでね、これをね、注文しました。かぼちゃのプリンやべえ。いや、これはさ、食べる前から分かってますよ。絶対不満ですよ。それでね、まあ疲れてたっていうのもあるんだけど、外ね、すごく暑かったから、ちょっとヨーグルトスムージーをね、注文です。それでね、食べてみた感想なんだけども、かぼちゃのプリンね、やっぱりね、うまい。甘みがね、ちょっと抑えてあるんだけども、もうこのさ、本来のかぼちゃの甘みとさ、あとね、ちょっとね、しょっぱいっていう表現が正しいかどうかわからないけど、ちょっとなんかね、しょっぱい、難しい、なんて言ったらいいんだろう。しょっぱいっていうので違う表現。塩っぱい？ごめんなさいね。塩っぱい感じのね、プリン部分とね、合わさるともう、うまい。でね、ヨーグルトの方はね、こっちもなんか甘さコテコテでだと思ってたんだけど、意外とね、なんか控えてあって、なんかキウイの味がすごく強くてね、ファンク両方とも好き。それとね、
店内にねタブレット置いてあるんだけども、それなんかね女性雑誌かなんかね見れるのよ。これね女性呼び込むのにパッチくいじゃない。なんかねちょっとね見てみたのね、今年の夏際どい水着で攻めようかしら、ぐいぐいね食い込んでるハイレグとかね、ビーチの男どもの、ね、目をねファンクにね釘付けにしてやるんだから、どうしよう。いやでも今でもね釘付けですよ、電車乗ってるとよくお腹見られるもん。それでね渋谷にあるということで、どんなにねここにね痛くても2時間しかねいることができません、混んでない時は大丈夫ですけど、混んでる時はねちょっとねすいまちんっていうことにねなっておりますので、協力してね楽しみましょう。すごくね新しくてね他にはないね、ちょっとねこのね楽天市場から取り寄せたっていうあれね、楽天商売集プンプンなねところはありますけども、でもねすごく面白いよ、美味しかったしね、またねここなんかちょっと面白いメニューが出たらね訪れてみたいと思います。それとね楽天のねこのカフェのね裏らへんにね喫煙所があるのね、そこでタバコ吸おうと思ってね向かってったらね、なんかグラディエーターって映画知ってる？みんな中世のあの格闘技場のあの映画のねなんていうのシーンに出てきそうなねかっけえ自転車が止まってた。何これっていうことでねファンクちゃん近づいてね写真ねパシパシ撮っちゃった。中世感出てるでしょ。よく見たらね結構なんかこれ溶接してたりねお金かかってんのよ。まあねファンク自体これ乗りたいとは思わないけども、でもねなんかベスパのいっぱいさミラつけてる人いるじゃん、あんな感じでね凝りに凝りまくっててねファンクはね意外と好き。それでね、せっかくね、渋谷に来たということで、最近ね、もう一つね、コンセプトカフェができたのよ。それをね、ちょっと訪れてみました。パンクがね、訪れたのは、チャカスジャパニーズティー&おにぎりです。ここね、日本茶のね、コンセプトカフェなんだけども、すごくおしゃれでね、あったかいのからね、冷たいのまで。それでね、シェイクみたいなやつで、ね、シェイクとかスムージー、そういうのもね楽しめるお店です。それでね朝8時からやってて、おにぎりもね食べることができるので、サラリーマンからね応援の人とか、あと周辺に住んでる人たちまで様々な人がねここにね訪れそうです。店内ねすごくおしゃれなのよ、急須とかが飾ってあったりね、ちょっとちっちゃいお店なんだけども、それでもなんかね、可愛らしいね、作りだったり、あとねちょっと急須とかなんかちょっとオブジェに見えていいな、でね入り口ガラス張りで、目の前のね道路とか見ながらお茶飲んでおにぎり食べたり、すごくいい。セットを頼むとねおにぎり2つと、あとね、好きなお茶1杯、それとね、厚揚げ卵とね、おしんこがついてきます。ファンクはね、抹茶玄米茶、それにね、鮭とね、しば漬け、これをね、注文しました。ぶっちゃけね、すごくお茶が美味しい。毎日ね入れてるらしいんだけども、このお茶はねもう実にうまいな。さすがねお茶をコンセプトにねやってるだけあって、いやファンクどっちかって言ったらね渋いお茶好きなんだけども、でもねこのあっさりした感じもね嫌いじゃない。でね、おにぎりもね、ちょうどいいね、塩加減だし、ファ
んかここでね眠ったくなっちゃったよ。なんかいい雰囲気でさ、ね、程よく、ね、冷えててさ、でなんかね静かなジャズ流れてて、あのすいません、1時間起こしてもらえますか。ここさ枕貸し出したら結構はお客さんいっぱい来んじゃね。あでもね、お店には申し訳ないんだけど、できればね今のがいいかな。お客さんいっぱい来ちゃうとさ、ね、少ない人数だからこそねここねすごく入ると思う。わがままはね、まあ願望なんですけども、それほどね素敵なのよここのお店。来てみた人はみんなわかると思うよ。いやなんていうの可愛らしいお店なんだろうって絶対思うから、こんな感じでねコンセプトねカフェもガンガン紹介していきたいと思っております。この東急シェイクラブで現在ね、まあ都内だけでねコンセプトカフェに限って147軒ぐらい回ったかな。で今のところねまあちょこちょこ行ってて、もう200は超えてるのね。まだアップしてないんですけども、それをね、ちょっとね、まあ別枠のね、こういう感じでね、紹介していけたらなと思います。いやごめんなさいね、本当におっさんなのにね、なんかこんなね、女子力出してしまいまして、でもしょうがない。アイドルなんだもん。アイドルはコンセプトカフェ行くもんだもん。だからね。いや、ちょっとみんな話聞いて、離れていかないで。一斉にトイレとかも立ったでしょ。ちょっと待って。もう飽きちゃった。頑張りますから。それじゃあね、今日はここまで。じゃあねー。あ、それでね、相談のコーナーもね、バシバシね、募集してますので、それもね、今後はね、別枠でやろうかなって考えております。それではね、皆様よろしくです。私を物にしたいなら、もっとズビビとくる相談をよこしてみなさいよ。男なら、それぐらいできなくてどうするの？そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京シェイクラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。